ワンピカード情報局大型大会出張編来ました。来ましたね。今回なんですけれども、スタジオを飛び出しまして出張企画といったことで、それをお送りしたいと思います。現在私はですね、ウェーブ1のエリア大会宮城会場に来てあります。こちらでございます。夢メッセ宮城、すごいね、熱気がすごいです。これもあのエリアこんだけ広いですけど、物販会場はまた別の会場でやってるということでございます。いや素晴らしいですね。そんな宮城会場なんですけれども、行う企画はこちら、北場が気になるリーダーデッキに突撃インタビュー。あー来ましたね。いやそうなんですよ、さまざまなリーダーの可能性を広げたいなと、自称私カジュアル勢代表としてワンピースカード界隈ですね、走っているわけなんですけれども、大会で結果を残した気になるリーダーのデッキを調査するユーザーインタビュー企画となってます。今回はですね、チャンピオンシップと同時に開催されているフラッグシップバトル EX、 こちらなんです。こちらで好成績を残したデッキを使ったユーザーをちょっと取材していこうかなと。もちろん今の環境だと赤紫ロー、黒ルッチ、あとは黄色のエネルとかいっぱいあるじゃないですか。他にも41とか50した面白いデッキあるはずなんですよ。これを深掘りしていきたいなと、そういったことでございます。そもそも僕がキャプテン黒とかフォクシーとか、ちょっとその環境から外れたデッキ使うの好きだったんで。後ろ見ていいかな。うん、こちらね、5回戦。うわ、え、じゃあもう今もう瀬戸際の瀬戸際というか、今回今は、レージュとキャベンディッシュが景品ですよね。だからもう今もうものすごい、戦いが繰り広げられてます。はい、ちょっといったことでございます。なのでちょっと今から、はい、よかったら北場さん上位高とか見渡してもらって、うん、気になるリーダーをちょっと調査行ってたらいいんですか。いやちょっと楽しみだな、面白いリーダー、気になるリーダーピックアップしていくんで、早速いきましょう。お願いします。もちろんいわゆる環境のリーダーもあるんですけど、やっぱいましたね。びっくりしたのがレイジュ意外と多くて、あと歌がいましたね、まあ、あとは個人的に面白いなと思ったのがハンコックがやっぱ多かったですね。ちょっともちろんドフラミンゴも今新しいカード追加されてあれなんですけど、同じぐらいハンコックがいました。面白いですね。まあ、じゃあ一回もインタビューしてみましょう。いやそうですね、ちょっとめっちゃ楽しみです。ということで、上位成績を収めたユーザーの方に来ていただきました。拍手。いやいいですね。それじゃあ早速お名前よろしくお願いいたします。タケです。タケさん、今回はですね、どのリーダーを使われましたか。今回ですね、この緑歌を歌きましたね。いやそう、杯環境の時に結構いたと思うんですけど、はい、ちょっと最近姿が若干少なくなってきたけど、新しいスタートデッキが出たんですよ、はい、ちょっとその辺も聞いていきたいと思います。これなぜこのリーダーを使いましたか今回は。やっぱりワンピースの中で歌が推しっていうのが一番やっぱ強くて、前も使ってたんですよね、でもやっぱなかなか勝てなかったんで一回お休みしてたんですけど、新しいスタートデッキ出て使ってみたら結構強いなと思って。いやちなみに今回の成績は3勝2敗ですね。で3勝2敗でキャベンディッシュ取れましたね。おめでとうございます。キャベンディッシュ獲得した歌ね、これちなみにざっくりこう1回戦からどんなマッチアップでしたか。はい、1回戦目が赤紫ルフィ、お、はいはい、2回目も赤紫ルフィ、レンチャン、そうです、レンチャンルフィ、はいはい、でどっちも勝ちで勝ち、3戦目が、黒ルッチ、黒ルッチでこれも勝ちで、お、4戦目も黒ルッチでここがちょっと負けちゃって、5戦目が赤紫ローで、はい、まあ、両負けで時間切れで負けちゃったんですけど、両負け、あーなるほどね、集中してたというか。そうですね、そうそう、悔しいですねめっちゃ構築、はい、今ざっと見てるんですけど、はい、やっぱ新しく追加されたカードたちが、そうですね、カタクリだったり、あとこのモンキー・ディ・ルフィ、はいはい、そしてシャンクスが、そうですね、入ってると思うんですけども、やっぱ気になったのが、はい、ゾロね。そうですね、金出しなんですよこれどういった対面に使われますか。これやっぱ一番は黒木ルフィを見て入れたんですよね、うんうんうん、やっぱりどうしてもこれ1枚だけだときつかったんですよね、やってて2枚出す余裕もないし、はい、じゃあこれ出せたら強いなって思って、ね、先行取って置いちゃえば、そうですね、あとどうしますかってできますもんね。そうです、面白い。ちなみになんですけど、このこだわりだったり、例えばちょっと珍しいなと思ったのが個人的に、はい、この5コストのフランキーとか、はいはいはい、あと細かいところで言うと3コストのナメは4枚じゃなく3枚とか、はい、ちょっとざっくり
説明していただいてもいいです。そうですね、このフランキーに関してはその赤紫色をちょっと見てっていうのと、まあ、ここの波にも関係してくるんですけど、カウンター値で一応4枚っていうところを入れてますよね。ちょっと少なくしてっていうところですよね。確かにフランキーパワー7000だから、あのゴードン1枚じゃ下げれない、レイズマックス1枚じゃ残るよっていう、波打ち2枚要求になるので、その後の展開が楽になってくれたらいいなっていうので。なるほどでございます。逆光はない？ないですね。今まで2枚だけ入れてたんですけど、持ってたとしてもあんまり出すタイミングがなかったというか、ちょっと難しいなと思って。だったらまあ新しいカード積んだりとか、あとゾロだったりいいですね。ちなみに先行後攻歌使っててどちらが得意ですか？これは先行ですね、やっぱり。おー、なるほど。どんな感じで動いていくんですか、先行でいうと。やっぱり先行で最初3ドン溜まってからが、まあ、3コストの波だったり、このカタクリだったりを出して、はいはい、これ新しく追加されたカタクリですね。で次からもブルックだったり、でルフィ、シャンクスっていう流れが結構決まってるので、その順番通りに出せたら強いですね。これだから今見ると結構ワンピースファンエモい出来というか、まずは波でこと宝探しした後にルフィからのシャンクス、それを操る歌みたいな。これめっちゃ、これめっちゃファンデッキとしても面白いですよね。なかなかいいですね。高校の時ってどんな感じで動きしますか？高校の時も基本変わらないですよね。でそこにその流れでリーダーに一度振って、まあ、効果が使えるかなっていうので、昔と違って今2000カウンターがサーチで引っかかるのが12枚あるんで、だいたいリーダー効果がもう引っかかるよと。これで言うと49枚がフィルム。そうですね、1枚だけですね。これだからたまにまあいけるでしょうで、ゾロの時ってありますか？たまにありますね。これね、まあ、しょうがないですよね。しょうがないですね、それは。あと対戦相手からしても、うわゾロだってなりますもんね。今日も1回だけありました。ありました。やっぱ今環境でローとルッチが多くて、ルッチには1回勝って1回負けてらっしゃるじゃないですか。これルッチに勝った試合ってどういった動きされました？やっぱり結構理想通りのどんどん順番通りに出していって、あとはシャンクスがやっぱ輝きました。あー、なるほど。相手のジャックをシャンクスで返せるので、これ面白い。しかも9コスト。そうです。取りにくくないですかっていう。うわー。え、でも今話聞いたら、噛み合ったらルッチにはめっちゃいい感じに働くというか。そうですね。赤紫ローについてはどうやってアプローチしていくんですか？赤紫ローも基本は一緒っすね。やっぱり動きがやっぱ決まってるデッキだと思うので。あとはもうあっちも遅いスロースタートのデッキなので、シャンクスが生きてて、あともう最後はもう私は最強2枚とかで、そうだ、リーサルいけるっていうので。私は最強ね、3ドンでリーダーの歌起きるんですよ、アクティブになるんですよ。これそうリーサルの計算ね、狂うんですよね。そうですね、結構ね。今日はあの仙台、宮城 の、 あのエリア大会の横でフラグシップ EX やってたじゃないですか、どちらからいらっしゃるんですか？今日福島の方から。おお、はい、福島。僕母親が福島なんで。あ、そうなんですか。そう、なんか真剣。ちなみにおいくつですか？今29の年です。29、95年生まれ。そうです、一緒だ。そうなんですよ、実は一緒なんですよ。たけさん、ちょっともうかなりあの共通点が多いですね。そうですね。ちなみに僕も歌使ってたんですよ。あ、マジです。ちょっとこれ真似て僕あのなんかスタンダードバトルとか出てみてもいいですか？あ、全然お願いします。これめっちゃ楽しみ。いや、だからこうやってやっぱユーザーの方とね、実際にフラグシップ EX 出られて、まあ赤紫ローだったり、黒ルッチじゃなくてもこう入賞できて楽しくバトルできるんだっていうところが、やっぱね、あのワンピースカード今幅が広がってるんで、これがなかなかいいと思います。じゃ最後なんですけども、今日全体の MVP カード、1枚これだよっていうのあれば教えてください。あれも私は最強です、ね。私は最強だ。相手が見えないんで。そうなんですよ。リーサルこっちはもうじゃあ何枚持ってるよみたいな。あと見えた私は最強も、私は最強手札にあるなってなるんで。そうですね。あ、やばいやばい、これリーサルいかんとってなって耐えられちゃうとか、そういうのも使えますよね。4枚あっても結構やっぱりリーダー効果だったりこの波の効果でどん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 持ってこれるんで、4枚だとちょっとかさばっちゃうんですよね。まあ3で引けるでしょと。あ、なるほどですね。最低限1枚でもあればまあいいかなっていうカードなんで、はい、ということで武さんに来ていただきました。本当に貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。は
い、それでは続きましてこちらの方にお越しいただきました。拍手。おめでとうございます。お名前よろしいでしょうか。ベル、ベルさんでございます。今回使われたリーダーお願いします。はい、クロースモーカーです。スモーカーですね。これなぜ今回このリーダー使われたんですか。もともとはあの黒系のカードを使ってたんですけど、手前が青黒杯使ってたんですけど、まあ、使えなくなってしまって、黒で何使おうって思った時に、あのルッチとかもあったんですけど、そのルッチだとやっぱ結構使ってる人多いんで、そうですね、読まれちゃうかなっていう、まあ、ちなみに、はい、新しいスタートデッキ出る前からスモーカー、はい、今回その出た後に、あ、出た後にスモーカー、はい、あのね、スモーカー今ちょっとざっと構築、ちょっともう撮影始まる前から見させていただいたんですけど、興味深すぎるんですよ。まずこのピン刺しね、はい、でっかい騎馬戦、騎馬戦、私初めて見ました、スモーカーに入ってる、まあ、黒のカードに結構入ってるのが結構初めて。これはですね、どのタイミングで出すんですか。この対面は、はい、基本赤紫ローに当たればいいなっていうレベルで、まあ見出しで、まあ、ゴードンだったり、そうですね、パワー下げを結構避けれるっていう、はい、面白い。あとね、この旧街道もピン刺し、はい、これはポーカーで7以下のキャラを、このトラッシュっていうのがやっぱ偉いんで、KO じゃなくて、そうですね、で相手のまあ黒だったらサボとかそういうのを倒せるのにちょっと、黒キルフィーとかにもいい感じですよね。あとこのね、ペローナね、2000カウンターのペローナ、はい、基本はもうポーカーはハンデスの方を使うようにして、それこそ黒キルフィーとか、あの赤紫ローとかもちょっと意識して、はい、いかに手札を減らすかっていう。今回このデッキ使われて大会の戦績どんな感じだったんですか。一応4-1で、うわーすごい、惜しい。1回戦からどういうマッチアップだったんですか。1回戦目が赤紫ロー、はい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 、でこれはちょっと除去札が全然手札に来なくて、はいはいはい、そのまま負けてしまって、でそっからじゃあ2回戦、2回戦目から、青ドフラ、青ドフィー勝ち、はい、3回戦が青ドフラ、はい、勝ち、青ドフィー多いで、4回戦が、4回戦が今度ルッチ、ルッチ、はい、黒ミラーで勝ち、で最後の5回戦、はい、赤紫色でローリベンジ、おすげえ。1回戦負けてそっから鉄のメンタルで4連勝で見事今回キャベンディッシュ勝った。いやすごい、すごいわ。気になるんですよ、戦国とかも新しく追加されましたけど、はい、これ2枚なんですね。そうですね、はい、4枚あってもそこまで使わないかなっていう、うんうん、ちなみにあの、はい、クロスモーカーで新しいカードいっぱい追加されたと思うんですけど、はい、使用感いかがですか。使用感やっぱダントツはタシギ、もうタシギめっちゃ強いんですよ、タシギ本当にね、このタシギでかなり助けられました今回。これだって黒キルフィーとかにも強いっすもんね。そうですね、これも一ドンスモーカーにつけて先にコスト1下げて、あのサボだったら4コスに下げて、4コスに下げてパワー7000にした上で、そうです、はい、先に退場してもらって、先に起動メイン使ってトラッシュの置いていただいて、でそのまま7000で削れるっていう、はい、そうです。これすごい。いやね、このね、なんかやっぱ新しいスタートデッキ、歌の時もそうだったんですけど、このスモーカーだったらやっぱりタシギでしょとかね、このなんかあの海軍の、まあ、親玉だったら戦国でしょとか、なんかこういうワンピース原作読んでても楽しいような組み合わせなんですよ。これいいですよね。いや面白い。ちなみに先攻後攻このデッキだと はい、どっちが得意ですか。基本は高校の方がやりやすいと思います。まあじゃんけん買ったら基本的には高校取っていく。そうですね。結局はこのタシギを使うにしても、うん、スモーカーに1ドンつけないといけないので、うん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 、6ドンないと効果が使えな い, い、どういった動きになってきますか。そうなると最初は2ドンの方はまあブランニュー で,、まあ、ですね、でその後が4ドンだと黒対面とかだとボルサリーノ、ボルサリーノ強い、もう黒ミラーに強いボルサリーノは、はい、それ以外はあのクザン出したり、そうですよね、はい、あで、あの6ドンのターンからタシギを、そうですね、そう今黒ミラーに強いボルサリーノって言いましたけど、はい、スモーカーは相手がボルサリーノ出してきたらタシギでさよならってできるんで、だから黒ミラー最強かもしれないですね、スモーカー。ちなみに赤紫ローとかと戦うときにこれどのカード出したいとかありますか。はい、よく出たのはコビー、コビー、ほー、相手赤紫ローって結構4コスが多いので、このスモーカーの一度つけてマイナス1した後にコビーで八森屋からも出ますもんね。そうですね、うわー強そう。それしかもまあコビーパワー4000ですから、はい、パワー下げのね、あの札を使わせないと除去できませんよ。そうですね、簡単にはちょっと消えない。面白いな、なるほどですね。これルッチにはあの、はい、対してはどういう風に戦っていきますか。
そうですね、基本はボルサリーノとあとスモーカーですね、うん、あ両方KOされないので、5コストのスモーカーがねもうかなり強いんですよ、効果でKOされないんで。そうですね、うん、あまり今回はダブルアタックの方は使わないで、うんうんうん、このままパワーで押し切るっていうような。7000もね相手の手札削れますから、はい、あ面白いなこれ。クロスモーカー使ってて、はい、このデッキだったら結構有利取れるよとか、はい、そういうデッキってありますか？結構青とかも勝率は良かったので、青のドフラミンゴ、クーも当たってますもんね、はい、そうですね、新しいカード出て、なんなら一番下馬評では結構強いって言われてるけど、はい、あのスモーカー全然いけちゃう、いけました今回は。結構展開はされるんですけど、はいはいはい、それをどんどん潰してって先にもう面を焼いて。そうか、ちなみにやっぱこの黒のデッキでいうとやっぱキーカード、はい、多分ほとんどの場合入るこの8コストのモリア、はい、このスモーカーのデッキにおいては8コストのモリアでトラッシュカラーが2体、これ何と何の組み合わせとかが多いですか？そうですね、レベッカ4コストまで拾ってきて、うん、2コスト帯はまあブランニューとかツルとかでコスト下げつつ、はい、レベッカの効果でコビーを釣ってくる、ちょうど出せるちょうど手札から出せるレストで、でコスト3以下利用できるので、先に鶴とかで下げてればあれ結構スモーカー面白いぞこれ。しかももうルッチとか使ってる方とかもう分かると思うんですけど、あるある8コストのモリア大型引けない問題が、はい、戦国がいることによって意外とね、そうですね、3ドローしたらあ引っかかったやったみたいなのがありますから、結構手札をリフレッシュできるんで、そうですね。あとねやっぱちょっと最初触れなかったですけど、この衝撃がね、はい、これあの油断してるとあれまさか入ってないよなっつって言ったら4000っていうね、今回2回役に立ったすげえ。はい、それでは最後になるんですけれども、はい、ベルさん今回の MVP1 枚お願いします。はい、やっぱりこれですね、タシギだろと、はい、スモーカーにはタシギでしょと。いや、いいですね。スモーカー協会の皆さんはパラレルが欲しい、欲しいです ね、これも素晴らしいんですけど、パラレルのイラストも楽しみに、バリエーションありますからね、ワンピースカース。いや、ちょっと貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。ということで出張企画今回これで終わりでございます。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。本当にいや、お疲れ様でございましたね。カードが増えていくにあたって、あといろんなデッキ、あのリーダーカード増えるにあたってどんどん楽しくなっていく企画だと思いますので、今後もこの企画はやっていきたいと思います。そしてですね、もしよかったらですね、こんな企画やってほしいんだけどみたいなのがありましたらですね、ぜひこの動画のコメント欄だったり、あの書いていただければ、その企画行われるかもしれないんで、皆様のご協力もまたよろしくお願いいたします。それじゃあ次回もお楽しみに。ブースターパック第9弾新たなる工程はですね、8月31日土曜日発売予定、1パック税込220円でございます。今後も公式ホームページ、そして公式 X で最新情報を更新していくので、ぜひぜひチェックしてみてください。